札幌テレビ放送 STB ラジオ株式会社 STB ラジオは北海道を放送対象地域として中波放送を実施する特定地上機関放送事業者である STB ラジオの中継者前身は札幌テレビ放送内のラジオ事業部門多くのラジオテレビ県営局がラジオ放送を先に開始した中テレビが先行開局し その後、ラジオ放送を開始した全国唯一の放送局となった。このため、送信書、中継局のコールサインは、ラジオとテレビでそれぞれ異なっている。STV の100%出資による子会社で、STV から中波放送無線局の免許を承継することを目的として設立。2005年10月1日より、STV から放送免許を承継し、 独立した別会社として放送を開始した。これを記念して毎年10月1日を STV ラジオの日とした。道内で唯一の AM ラジオ単営局であるが本社と演奏所は STV 本社と同じで自社ではアナウンサーを雇用せずに STV 本社から出向してくるアナウンサーを番組に起用するためアナウンサーがラテ共通、メンテナンスに至るまで本社に委託等。 実質的には相変わらずのラテ県営局同然の運営体系である。文社前より STB ラジオの名称は一般的な通称として定着していたが、文社により正式な社名となった。番組表では文社前からパーソナリティとは呼ばずお相手と称している。1985年6月の札幌地区聴取率調査で初めて全日聴取率で、 HBC ラジオを上回った。以降、27年連続53回1位を記録した。年2回の調査回数が2011年から年1回へ変更。2012年12月の調査では、全日聴取率1位が HBC ラジオとなり2位へ陥落。翌年2013年8月の調査では再び1位をダッシュ。しかし、 2014年から2018年の調査では、全日聴取率1位、HBC ラジオが維持し、2019年の調査においては、全日聴取率1位を FM 北海道が初めて獲得し、その間、金差ながら2位か3位が続いていた。2020年12月の北海道地区、聴取立調査で、全日聴取率1.7%となり、7年ぶりに1位を奪還した。 なお、全日とともに、平日平均、土曜、日曜のすべてのカテゴリーでも1位となった。背景には、土曜のご機嫌用事が好調なことと、平日もデータイムにおいて安定的に数字をキープしており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅率が高い中で、ラジオのコアリスナー層の聴取時間も長くなっているため、札幌テレビ放送浅日川放送局主要地区の、 中継局は順次、開局を進める予定。STB ラジオが加盟する日本民間放送連盟では、FM 保管中継局制度を見直す方針を2019年に公表。連盟に参加する AM 放送事業者が2028年までに AM 放送免許の更新時期を迎えることを踏まえて、民放、A、AM 局独自の経営判断によって、 AM 放送から FM 放送への転換が可能になるような制度の整備を求める要望書を総務省が設置する放送事業の基盤強化に関する検討分科会に提出した。総務省も2020年10月に民間ラジオ放送事業者の AM 放送の FM 放送への転換等に関する実証実験の考え方を公表したことから民放 AM47 局で組織する ワイド FM 対応端末普及を目指す連絡会では44局が2028年秋までに FM 局への転換を目指していることを2021年6月15日に発表したが44局の中に STB ラジオは含まれておらず発表時点ではこの動きに参加しないこととした1996年に札幌放送局のみで開始した AM ステレオ放送は 2010年3月28日をもって終了した和文社前にネットしていた番組ありがとうございます。